平戸、ド、タクシマのキリシタン遺跡。9番目は六歳念仏祈願碑です。中部地区にあります。キリシタン史の謎を歩くからでは、道路のお堂脇に、背丈よりも大きな自然石に、ぼんじと苔むして、半読不能の漢字が刻まれ、脇に小さな石物が置かれてる。これまた、キリシタン供養塔で、 施主はキリシタン征伐をやってしまに住み着いた者の子孫で今でも毎年供養が行われているとか、供養塔は他に海岸線の小川地区にもあるようです。